あんなに至近距離で見つめ合って、もし二人きりだったら。おい、大丈夫か？大丈夫だ。いた。無理すんなって。慣れない靴履いたから仕方ないよ。ほら。いちか、ありがとう。遠慮すんなって。守るのが俺の仕事だからな。なんだ、忘れ物か？話がある。なんだよ、改まって。来月の学年別個人トーナメントだが、私が優勝したら付き合ってもらう。はい。織村君、略式を出してください。はあ。運ぶのか、私を。しょうがないな。ずり落ちないように気をつけろ。これが伝説のお姫様抱っこというやつか。ホーキー、お前も泳ぎに来たのか？少し頭を冷やしたくてな。そうか、お前も来ていたのか。あんまり見ないでほしい。すまん。よくない。私のせいでお前は怪我をしたんだぞ。一歩間違えば命を落としたかもしれない。だから簡単に許されると困るのだ。意識するのか？はい。だからだな。なんだ。すまん、シャワー中だったか。ああ、それよりどうした？ここに一緒に行かないか？急だし無理しなくてもいいからな。行ってもいいぞ。いちかのやつ、いつになく積極的だったな。私をデートに誘うのにあんなに照れるなんて仕方のないやつだな。もっとぴったりくっついた方が安全ですよ。いいか。では、いってらっしゃい。どこか痛めたか？いや、その、お前の背中、大きくなったなって。これを登れば安全だ。いちか、上を見るなよ。見るな。やめろ。落ちるって。あそこに。助かった。手をどけてもらいたいんだか。すまん。大体どうしてみんなこんなもの欲しがるんだ。それはだな。その恥ずかしくてだな。やけどしなかったか？ちょっと触ってもいいか？何を。なんだ、ホーキー、みんなと一緒じゃないのか？なぜ
ぜかはぐれたようだな。ところでこの先見事な竹林があると聞いたのだが、もう行ったか？へえ、まだ行ってないや。一緒に行くか？そうだな。ここにはぜひ来てみたかったのだ。お前と一緒に。ま、昔もこうやってホウキと散歩してたよな。そうだな。稽古の後よくお前が誘ってくれて。懐かしいな。近いうちに顔を出すって言ってたし、今日は夏祭りだしな。覚えていたのか。水臭いやつだな。連絡してくれりゃよかったのに。それは言えない。この姿を見られるのが恥ずかしかったとは言えない。お前って女らしい格好も似合うんだな。綺麗でびっくりした。あ、どうした？夢だ。え？これは夢に違いない。私はお前が好きだ。あー、すっげー。なんだよ。このくらいは許せ。まあいいけど。できれば一花にはこの篠野の神社に婿入りしてもらって、ゆくゆくは二人で。私は篠野のほうき。見るな。悪い。なぜお前がここにいる？いや、俺もこの部屋なんだけど。お前から希望したのか、私の部屋にしろと。そんなバカな。あぶねえ。バカ、バカだと。これなんだ？返せ！ホウキ。なんだ？ブラジャーつけるようになったんだな。6年会わずにいるうちにあんなに変わってしまって。あんなに。とにかく明日から放課後は特訓だ。そうすれば放課後は一花と二人っきりに。いや、そのようなことは考えてないぞ。一花、待たせた。似合ってるな。その、なんだ、悪くないぞ。おう、サンキュー。ほうきも、その、かわいいぞ。いちかが褒めてくれた。いちかが褒めてくれた。いいね、いいね。ほうき。あんまりジロジロ見るな。いや。ホウキ、その格好は何なんだ？これは、その、狐の巫女だ。なんか、撫でたくなるな。
あんまり見るな。うん、うまい。そうか。おかわりは。あ、サンキュー。